まあ、ゴール決まってるのと決まってないとだいぶ計画が変わってきますよね。うん、そうですよね。まあやっぱりその例えばマラソンとかも走っててゴールがなかったら走れないですよね。うん、途中で死にますね。武田塾チャンネル。第1弾第1章としては志望校の決め方っていうのをやってきたんですけど、はい、第2弾ということでこれもまあ気になるかな、特に独学する人はすごいここら辺気にするかなということで、はい、話していこうというのが、はい、勉強計画について。勉強計画の立て方ですか。立て方ですね。今から勉強始める人ももしくは始めてんだけどちょっとうまくこう実行できないなって人も参考にしてもらえればと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということでですね、はい、勉強計画の立て方ということで、はい、まず最初に来るのがですねゴールを決めようということになります。ゴール、うん、最終到達点、まあ、ただ最終到達点とは言っても、はい、ここは過去問解く前段階までですね。うーん、結局過去問解いてからどうするかまた次のスタートになるんで、はい、過去問に入れるようにする志望校レベルに到達するっていうところまでが、はい、まず大きな目標になるかなと。なるほど、はい、まずはじゃあ志望校のレベルを知るっていう感じですか。そうですね、はい、大体例えば総計志望とか、はい、まあ、G マーチカンカン上り志望とか、はい、宮廷志望とか日東駒線志望とか大体の目安ですね、うんうんうん、大体この辺りの難易度まで自分は目標にしようっていう計画をまずは決めていくと。だから、はい、って考えると過去問とかやる時間とかあるから、はい、まあ年内にはそこまでは到達するぐらいのつもりで計画が立てる必要があると。そうですよね、まあ、それより早いに越したことはないんだけど、はい、まあ、遅くとも年内にはそこまで終わるぐらいのつもりでゴールを決めましょうと。ですね、まあ、ゴール決まってるのと決まってないとだいぶ計画が変わってきますよね。うん、そうですよね、まあ、やっぱりその例えばマラソンとかも走っててゴールがなかったら走れないですよね。そうですね、途中で死にますね、うん、はい、だから、はい、そう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 、でしかも人によってやっぱりゴールは違うし、はい、あとは教科とかでも違うじゃないですか、うん、例えば数学が3まであんのとか、はい、理科2個いるのとか、うんうんうん、社会はなんかどれやりゃいいのとか、はい、国語は古文漢文いるのとか、うんうん、小論文あんのとか、まあ、科目もそうだし、うん、なんていうか、はい、レベルもそうだし、はい、で例えば国立とかセンター試験もどんぐらい取らなきゃいけないのとかって目標も出るだろうし、はい、で二次もどこまでやらなきゃいけないのってあるだろうしってことで、うん、一個一個そのまずその自分の志望校大体どういうことやりゃいいのっていうのを考えておかないと、はい、うん、ね、例えばそれこそ国語がね二次はなくてセンターしかないっていう状況と二次で国語ある人だったら計画の到達点全然変わってくるわけだし、うんうんうん、だその辺は少なくとも第一志望は何がいるのかとか、はい、どこまでいるのかってことはある程度ね完全にガッチガチに決めなくてもいいけど、はい、ある程度分かってないと、うん、まあがむしゃらにやった結果全然的外れでしたってなるのが怖いん で、 そうです、ね、ゴールはちゃんと決めておくべきですよね、はいはい、なので、ね、一番最初に決めるのは、うん、まあ、どこまでやるのっていうところ、うんうん、まあね、自分ができるだけ頑張ってできたところを受けるっていうのはそれはそれでいいとは思うんだけど、はい、まあ、それならそれでね、はい、そのとりあえず進めてってある程度進んだらこのままのペースでいったらどこまで終わるかなみたいなことを、うん、まあ、計算するとかでもいいと思うんで、はい、大体の到達点をまずは決めた方がいいかなというところですね、はい、ということで計画を立てる最初はまずゴールを決めようということですね。はい、はい、中森先生、はい、あれこの背景は何ですか。ちょっとね新企画の、はい、背景としてですね新しく、はい、設定したやつなんですけど、新企画武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法っていう、はい、シリーズ、そんなシリーズができちゃったんですか。そう今、はい、絶賛こう動画増えてる最中なんで、はい、ぜひね、はい、直前期だったりもしくはいろんな大学でどういう勉強すればいいのかなっていう知りたいね受験生にも、うん、こっから受験する非受験生にもおすすめな動画となってるのでぜひ見てほしいですね。なるほど、はい、おすすめですねこれは。そうですね、はい、まあ、プラスね、はい、参考書ごとの一冊ずつの情報とかね、はい、勉強について、はい、文字で、見れる逆転合格 .com というサイトがあります、はい、それはこちらですね。最強のサイトですね。はい、さらにですね、はい、武田塾チャンネル今までのこの動画ですねいろいろ見れるように、はい、チャンネル登録、募集しております。それがこちら、本当登録してください。はい、お願いします。で最後で今いろんなね質問とか皆さんから来てるのは実はそのコメントの方でね来ていただいた質問を返しておりますので、はい、コメントここから、できますのでですね、はい、ぜひこちらから、コメントもしてみてください。